ブリントン・ダニエル・ギャリソン・ブリントンはアメリカ合衆国の人類学者。本業は医者だったが、アメリカの人類学の創始者の一人と考えられている。ブリントンはペンシルベニア州チェスター・グンソーンベリーの裕福なクエーカーの家に生まれ、1858年にイエール大学を卒業した。1861年にジェファーソン医科大学の医学博士の学位を取得した後、1年間、 ハイデルベルクとパリに留学し、ペンシルベニア州ウェストチェスターで医師として開業した。1862年に南北戦争の北軍に、下界として従軍、チャンセラーズビルの戦いやゲティスバーグの戦いに参加した。1865年に退役して開業医に戻った。しかし1874年までに実務を離れて、医学雑誌の編集を主な仕事にしている。 子供の頃から先住民の残した古物に興味を持ち、1859年にフロリダ半島のインディアンに関する最初の著書を出版した。南北戦争後の1866年ブリントンは北アメリカのマウンドビルダーが先住民であると論じた。ブリントンはフィールド調査を行わず、書物の上で研究を行った。 南アメリカからアラスカに至るアメリカ州の先住民族の神話、民話、民族史、言語に関する研究を行い、1859年から1899年までの40年間に23冊の著書と200本を超える論文を交換した。最も重要な貢献は宗教、神話の分野であり、彼のアメリカ先住民文学、ライブラリーシリーズのために、 先住民の神話や民話を収集し、翻訳して、注釈を加えた。このシリーズには、シラム・バラムの書の抜粋による、マヤ年代記、カクチケル年代記の翻訳などが含まれる。ブリントンの興味の中心は北、アメリカよりも高い文化と文献を持つメキシコと、中央アメリカであった。彼は、シャルル・エティエン・ヌ・ブラス・スール・ド・ブールブール、アルフォン・スピナール、ヘンリー・シー・マーフィ、ー、 カール・ヘルマン・ベレントラのコレクションを購入し、購入できないものは必写した。1869年、ブリントンはアメリカ哲学協会の会員に選ばれた。1884年にフィラデルフィア自然科学アカデミーの民族学、人類学教授に任命された。1886年にはペンシルベニア大学教授に就任した。ブリントンは少なくとも名目上は アメリカ合衆国発の人類学教授であったが、講義はせず、報酬もなかった。1887年、50歳になったのを機に、人類学の研究に専念するために医者を辞めている。1890年に、アメリカ民族学協会の会長、1893年には、アメリカ学者国際学会の会長、1894年には、 アメリカ科学振興協会の会長、1896年にはアメリカ哲学協会副会長を務めた。1891年にペンシルベニア大学に考古学、古生物学部と付属博物館が設立され、ブリントンは1892年から1894年まで博物館のアメリカ部門の長であったが、予算が古代オリエントに集中して、 アメリカをおろそかにしていることに反対して去った。1891年のアメリカの人種は、ブリントンの主張であり、南北アメリカの先住民の言語の分類を行った。ブリントンの分類は、ほぼ同時期に出版されたジョン・ウェスリー・パウエルによる分類と並んで、最初の包括的なアメリカ先住民の言語の分類であり、後世への影響が大きかった。 ブリントンの分類はパウエルよりはるかに劣っていたが、中央、アメリカや南アメリカをも含んでいるところに長所があった。ブリントンはユトアステカ語族を一つにまとめたが、パウエルはブリントンの説を却下した。しかし後に、エドワード・サピアが後に厳密な比較言語学の方法によってユトアステカ語族が一つにまとめられることを実証してみせた。1899年。 62歳で没した。ベーカーによると、ブリントンは、社会進化論の信奉者であり、アメリカの先住民は、人種として、オーストラリア先住民、ポリネシア人、アフリカ人より優れるが、アジア人に劣ると考えていた。フィラデルフィア自然科学アカデミーでの講義をもとにした、一般向けの著書、人種と民族、アメリカの人種は、ブリントンの代表的な著作だが、 人種と民族の階層を分類することに主眼が置かれ、ヨーロッパの白人が最上層、アフリカの黒人が最下層にあると主張した。ブリントンは当時の通説に反対して白人のアフリカ北部起源説を唱えた。また黒人は猿に近い点が見られるとした。ブリントンはビルヘルム・フォン・フンボルト及びレポン層思想のアメリカにおける衝動者であり、 アメリカインディアンの言語に関する1822年のフンボルトの論文を1885年に翻訳している。しかし言語学の方法論的には折衷的だった。ブリントンはまた晩年政治的に急進的になり、社会主義や無政府共産主義に近づいたらしいが、それに関する著書は存在しない。ブリントンは19世紀末のアメリカの人類学の成立に、 重要な役割を果たし、人類学を素人の道楽から科学的研究に変えるために努力を払ったが、更新を育てず、フィールドワークも行わず、現在では忘れられた学者になっている。アルフレッド・エル・クローバーによると、ブリントンは当時としては、優れた研究を発表していたのであり、現代の言語学者や民族史学者から忘れられているのは、不当とする。ありがとうございます。